朝からね、今日はお仕事あるんですけどね、行けるかな、ちゃんと。やっほー、積もっとん、積もっとんか、マジ雪すごい？どうなんだろう。今マイナス3度らしいです、広島。今日の最低気温マイナス4度らしい。やばいよね、気をつけていかなきゃだ。恐ろしいね、寒すぎて朝から珍しく暖房つけた。ちょっと見てみるね、雪降ってるか。よいしょ、よいしょ、よいしょ。待って待って、やばい。バリ振っとったっちゃけど、バリ振っとる。嘘や、マジで降ってた。嘘じゃ。真っ白だった、地面が見えなかった。嘘、積もってるし降ってるし、雪は積もってる。2回言っちゃった。集合場所行けるかね。嘘、マジ。今日なんでこんなむくんでんだろうってぐらいむくんでます。やばい。おいしょ。私この前さ、クリスマスに雪で滑って転んだんですよ。でめちゃめちゃ長引くでっかいあざができたから、今日も怖いです。いけるかな。私徒歩だよ、徒歩徒歩歩。あざやっと治りました。1ヶ月ぐらいかかったもん、あざ消えるまで。最近治った。おはよう。めっちゃ目むくんでる。目だけメイクしました。集合場所着いたらメイクさんに髪の毛してもらってる間に肌のメイクをしようと思って目だけした。人めっちゃむくんでってさ、なんかメイクしづらかった。昨日のシシャモかな。シシャモ8匹も食べたからかも。塩分高かったかも。おはよう。そう、シャモね、美味しいけん好きなんですよ。よし、オッケー、できた。おはようございます、どうも。私が定型文を可愛くしたから、可愛くっていうか優しくしたから、みんなのコメントが優しいわ。ねえ、ショールームでなんか話されてたね、沖さんの。私が暴言吐いた話ね。フルーツを食え。文句ばっかり言うんじゃねえって私が言ったやつ。なんか先輩たちが、あのタピオカ欲しいねとか言っとって、すいません気が利かなくてって言ったんですよ。そしたら本当だよって言われて、フルーツは食え食わず嫌いしてんじゃねえって言って。見てないですよ、ツイッターで上がってた。パセリあのねされてた。私配信見ないもん。
おはよう。だってさ、いつもねグルメ選ぶときにね、あでも奥さんフルーツ食べれないからこれはダメですよねってマネージャーさんと話すの。なのにさ、そう言うからみんな偏食だから困ってますよ私は。だから沖縄タピオカを用意しました。悔しいんで用意しました。そうだって前になんか宮城かどっかでタピオカ用意しますかって言ったら、いやタピオカはこの前横浜で飲んだからいいやって言われたから、あもうタピオカみんな飽きたんやと思ってたら、昨日じゃない一昨日東京でタピオカ干されてて、どっちやねんって、もう自腹で買ってきてくれってなりました。わー自宅待機民何して過ごすの。ね、でもなんか未だに信じてもらってない推しメンっていうことに、こんだけ好き好き言って推しメンって信じてもらえないことありますか。なんなんだ。本当自由人。サーヤンの非全力。雪で電車が止まってる。いやー、それって出社しなくていいってことなのですか。え、電車止まっても出社はしなきゃいけないの。家に帰っちゃダメな。ダメなんですか皆さん。スピンだからマスク、そうですよ、乗せないでって言っても乗せる人がいるからです。目だけしたけど、こんな後お仕事行ったところでメイク時間があるので、マスクをさして行くと崩れちゃうから、向こうについてからする。はい、今日は朝ごはんにソラハさんからもらったお鍋を食べました。でも喉が痒くなってる。やばい、アレルギー出てる。ネギでアレルギー出てる。喉が痒いです。美味しかった。それな、寒いよね。カイロ貼ってかなきゃ。そう、私生のネギでアレルギーってるんです。喉が痒くなっちゃう。でね、アレルギー検査したんよ、けど違いますって言われて、ネギのアレルギーありませんって言われたけど、痒くなっ、鍋コンビニのね、なんかね鳥取県産豚しゃぶ鍋みたいなやつを昨日買ってきてくれてて、あ別に一緒に住んでるわけじゃないんですけど、玄関の前に置いてくれてて、私が体調悪いって言ったら届けてくれてたんですよ。それを食べました。カイロ大事だよね、貼っとこうかな今のうちに。うん、そうネギ好きなんだけど、生の玉ねぎとか生のネギを食べると、あー私メイク用品がついてる。
マスカラがついてるじゃん。取れない。そう、なんかさ2層になってて、鍋が温めてそれを汁にダイブさせるやつ、具材を。の鍋。昨日のメイク取れたよ。余裕で取れました。だってあれメイク道具で書いてるから、メイク落としで簡単に落ちます。もう秒で落ちた。おはようございます。今日髪の毛どうしよっかな。三つ編みにしよっかな。メイクさんにしてもらうけど、どうしよう。何してもらうか。むくんでるからな、まとめ髪がいいな。若林さんハートありがとう。今日はサソリ座1位。なんで知ってるの。もしかして占い師なの。目覚ましテレビ、なんで知ってんの。その道のものなの。おはよう。その道の専門学校行ってんの。目覚まし、なんかラッキーアイテムとか言ってました。でもさ、なんか目覚ましテレビのやつで1位になったらさ、ラッキーアイテム12位より少ない感じがして、なんか悲しい。12位の人はもっとフォローしてくれるじゃん。でも大丈夫みたいな、これを用意しとけば大丈夫だよって言ってくれるのにさ、1位はさらっと終わるじゃないですか。クロさんお疲れ、ありがとう。何を持ってったらいいの私は。サソリ座は おはよう。どうしたらいいの。福太郎さん入ってありがとう。何をすべきなんですか。私は今日1位なの。私最強じゃん。最強女が爆誕してるやん、こんなむくんでんのに。どこが1位な。おはよう。それな、11位の人がね一番悲しいよね。クロさんタオルありがとう。行ってきます。頑張れ、頑張ってね。カイロを貼るといいの。1位分かった。チャンレナ神10個ありがとう。頑張れ、頑張って、みんなも頑張って、働いてきて、学校も頑張っていっぱい学んできて。山崎さん入った6個ありがとう。頑張れ、ファイト、ファイト、ファイト。ヒロさん神10個、アポロさんファイト、ありがとう。ファイト。おう、明日ポフェ作り配信するからね、みんな夜一緒作ろうな。空が担当作るからね。予定では、予定は未定ですのでちょっと分かりませんが、一応約束はしております。やば、576番中576番やばい。どうでしたか、当たりました、なんか役年だった。クロさんクマペンライターありがとう。おはようございます。集合場所に行くまでにむくみ取れるかな。なんか今日まぶたがすっごい重たくてさ、目のメイクが難しかった。ちょっと今日は鼻上がってるもん、アイラインがいつもより。大吉さん
紙10個ありがとう。逆に全体1位だった年あり、やばい、それはもう最強だ、最強すぎ。おはよう。パセリ雪の中歩くん？うん、歩くよ。ゆきりかは見てる配信。ゆきりかも歩くん？頑張って。かいちゃん、神ありがとう。見てんかな？見てないかも。見てないかもしれん。見てる？見てないか。ゆきさん、ゆきりか、見てなさそうだ。クロさん、キラキラ10個ありがとう。平吉さん、神5個ありがとう。イエイ。今日雪だから雪の服着たこれはあのおじいちゃんのお姉ちゃんがお下がりでくれたやつをずっと着てます。ずっと着てる。そんなにあの暖かいような生地ではなかったけど、結構薄めだったけど、これにしました。メイト、鈴一さん、神5個ありがとう。星野正樹さん、神5個。おみかんさん、ありがとう。あ、そう、みんな、みんな月刊バスケットボール絶対ゲットしてね。めっちゃ映りよかったっけ。まだチェックしてないけど、ちらっとスタッフさんに見せてもらったけど、この前写真いい感じだったので、ぜひチェックしてください。ちなみにユニフォームは自前じゃないです。あれはあの用意してもらったやつなので自前じゃないです。月刊バスケットボール、月刊バスケットボール。佐田尾さん、神10個ありがとう。早く言いたかったんよこれ。この前のリアルお話し会の時にね撮った。わ、久々の飛行機で東京出張。待って、飛びますか飛行機。大丈夫？気をつけて行ってね。頑張って出張。クロさん、おもちゃありがとう。ありがとうございます。沖縄もコート必要なくらい寒い。いやー、本当？週末沖縄なんだが沖縄なんだが本当なの？嘘。広島ね、なんか週末雪とかなんか寒いとか見たから、やったやった、沖縄で暖かく過ごすぞとか思ってたのに。寒いのか。コーラさん、餅ありがとう。お餅、餅、まあ確かに広島よりはぬくぬくできるか。トリプルアクセル、アクセルしてたらつきそう。通り過ぎなよそのまま会社通り過ぎてこう。何事も超えていくことが大事。今年の STU のスローガンは超えてゆけらしいですよ。クロさん、花束ありがとう。え、洗濯物凍るの？キャー、凍ってるの？ヒートテック必要。わお、ありがとう、助かる情報。やばい、半袖で行くとこでした。沖縄半袖で向かうとこだった。じゃあちゃんとヒートテックと上着と
靴下も暖かいのにするし、パジャマ持ってくね。荷物かさばるけど。ほう。そう、スローガンができたんよ今年 STU の。だからオーバーチャーとかもなんかいつもと違くて、この前超えてゆけなんとかなんとかを超えてゆけなんとかをみたいな書いてあって、チーム STU48 ビャーンって始まった。寒いの？そんなに。川成さん髪5個ありがとう。確かにオーバーテイク、そういうことなの？私の大好きなオーバーテイクなの？歩けるかな。めっちゃバリバリ雪積もっとるんやけど、ちょっと誰かおんぶして連れてってくれないですか、集合場所まで。ちょっと歩くの私怖い、トラウマだもん、この前転んだから。出社なら頑張って、やばいやばいね、バリ積もっとるもん絶対。だってね、外さっき見たらね、白かった、めっちゃ道とか。わお、おんぶして出社できず。わお、何して過ごすの？出社するまで待つ。ねえ、怖いな歩いてくの。ポシの配信見てる？のんびりだ。おんぶして後ろにかけたらパセリがクッションになる。任せロリー、任せロリです。じゃあみんなの体を守るからおんぶして、できれば前に倒れてくれたら嬉しいかも。おんぶしてもらってみんなが転んだら、あ、遅刻しちゃうって言って私はもう歩いていくね。ここまでありがとう、あとは一人で行くよって言って見捨てる。クロさん、エサありがとう。わかりました、天気予報チェックするね、沖縄の。だから私が歩いてる時、ここは任せろって言って、みんなここは任せろ、お前は先に行けって言って、私分かった任せろりーって言って、私が行く。どうですか？へえ、救急車だけ呼んで。そうだね、確かにそれが最後の会話になったら嫌だから。いいねって言われてる。よかったんや。コーラさん、お断りです。お断っちゃう。いいや、仕事に戻ります。頑張って、ファイト。私も頑張るね、今日頑張ってまいります。ひゃー、ドキドキ。働こう、共にみんなで社会の経済を回そう。山崎さん、いいね2個。星野まさきさん、ファイト。福太郎さん、アイス。おいかんさん、ファイト、ありがとう、ありがとう。
うん、体調気をつけなきゃ。大変だよね。帰り足食べていい？買ってもいい？じゃあ今日のお仕事頑張ったらアイス買うね。メロンパンさん、神ありがとう。わわわさん、ファイト5個ありがとう。朝は我慢するから終わったら食べる。うん、頑張れたら、頑張れなかったら我慢する。経済を回せ。亀さん、アイス3個ありがとう。おすすめのアイスはジャイアントコーン一択です。もう最近それしか食べてない。ジャイアントコーンばっか食べてる。黄色ばっか食べてる。毎日食べてる。昨日はソラハさんが2個買ってきてくれたから黄色を2個食べました。ちゃんと1個しか食べちゃダメだよって言われたのに、ね、2個食べた。我慢できなかったんだよね。そうは食べてないですね。ジャイアントコーンばっか食べてます。おはよう。クロウさん、回復薬ありがとう。そうだよ、あのさ、まとめてさ与えたら食べるってもう分かってるんだからね。あのね、仕方がないこと。シーサイド丸さん、神5個ありがとう。パジにアイス与えないでください。やばい、動物園でよく見る注意書きだ。そうだよ。あ、この目のむくみが早く収まってほしい。むくみは時間が解決するから。きっと集合時間までにはなんとか。おやすみ。寝ちゃうの？じゃあ耳のマッサージしとこ。なんか耳を引っ張るとね、血流が良くなるって聞いたことがあるから、いっぱい引っ張っとこ。もう15分？早いね。パセリのアイスを与えないでください。コーラさん、ありがとう。むくみはアイスを目に当てて冷やす。食べてもいいの？それは。クロさん、タコありがとう。なんか耳を引っ張るといいって聞いたから、本当かは知らんけど、よくやってる。めっちゃ引っ張る。私もう ガチで引っ張る。こうやってほら、もう耳が取れるんじゃないかってぐらい引っ張るよ。いつもすぐむくむからね。いけー、引っ張れー。わかんない、どういう原理でそうなってるのかわかんないけど、気の持ちようかも。そう、メンバーみんなね、ここにゴムかけてんの。こうやって身を餃子にしてて、でなんかよく公園前とかにつけるじゃん。みんな取り忘れてることがいる。直前にやばみたいな、耳ゴムしたままだったって言ってる人いる。あれ聞くん、やってみようかな今度。今やってみよう。くん、あれ、あ、私耳の形変だから無理かもしれん。耳の形が変わってるからな、人よりはまんなかった。あ、耳がすごい赤い。耳赤すぎん。耳が真っ赤っかよ、超赤い。これほくろ、なんでこんな耳とんがってんだろう。私ね、そう、変わった耳をしているんです私。
ここが尖ってる、こう。しかもなんか人よりでかいの、ちょっとだけ。だから地獄耳なんです。あのね、聞きたくない話も聞こえてきちゃうタイプ。いっぱい引っ張る。むくみを取りたいからね。え、耳たぶどう？私こんぐらい。これ耳たぶ。引っ張れ。眼精疲労も回復する。え、目の疲れってこと？助かるわ。そうなの？ツボがいっぱいあるんですか、耳に。ツボといえばあやぱんに教えなきゃじゃん。そんな、パンちゃん、いいツボがあるんよ。ツボを買っちゃいそうで、おなじみのパンちゃんに耳のツボを教えてあげよう。やばい、19分終わらなきゃ。私も推しに弱いと思う。あの、断れないタイプだから。この前まつげパーマいた時もね、あのまつげパーマのトレが、あの遅くなる、持ちが良くなるまつげシャンプーがあるんですけど、500円なんですけどどうですかって言って、あーお願いしますって言っちゃったんです。別にせんくていいなと思ってたけど、しちゃったもん、言えなくて。終わろ。推し面にも弱いですよ。菅さんお断りです。いっちゃんファイト、ありがとう。結婚してギフトだけは断れる性格、そういうあの特殊能力。ゆうたくんお断りです。くらさんありがとう、スタンプありがとう。あみかんさんファイト、いっちゃんお断りです。うん、気をつけていくね。早めに家を出ることにするわ。じゃあみんな、コーラさんお断りです。だってみんな本気じゃないもん、ネタだから断る。断ってるけど本気？もしかして。いや違うよな、みんな違うよな。そういうね、流れを組んでくれてるんだよ、きっと。だからゆうちゃんお断りです。本気の人いるの？私が投げた時は本気ですね。それは本気そう。本気の人は頑張って振り向かせてください。コーラさんお断りですね。チャレンジャーすぎ。おもろい。じわじわ。トトさん尊い、ありがとう。終わるか。やばい、準備しなきゃ。ふう、みんな眠たい時はサーヤの非全力のこれを思い出すんだよ。可愛いから。あんなに可愛いさ女がいていいんかってぐらい可愛いから、あの非全力いっぱい見た方がいい。あれで元が取れる。うん、終わりたくないけど、もう終わらなきゃ。30分まで、30分までしちゃうかな。いやダメだよ、ダメ、そんなことしたらダメ、パセリダメ。終わってください。はい、ごめんなさい、終わります。
コーラさんお断りですね。やばい、もうボットになってるって。結婚してボット誕生してるって。そう、余裕持っていかなきゃだからね。今日は雪が降ってるので、雪が積もっているのでやばいんですよ。ただでさえ私余裕持っていく人なのにさ、やばい、早く着きすぎる。これは待ち時間が発生しちまうぜ。じゃあまた夜会いましょう。皆さんおはようメール送るから待ってて。おはよう、今日は雪が降っています。来るね。いきます。13位クワドリさん、12位タカさん、11位コーラーさん、10位星野まさきさん、9位カメさん、8位大吉さん、7位福ちゃん、6位トンちゃんです。5位渡辺さん、4位山崎さん、3位ワウワウさん、2位クロさん、1位トトさん、ありがとうございます。誰が勝利の作文や。今日は雪が降っていました。とっても寒かったです。勝利に失礼だろ。勝利の方がもっと文章書けるけん、おもろい。気をつけていきます。みんなも頑張ってね。熱くなってきました。終わります。バイバイ。